みほとけチャンネル。みほとけのほっとけない一日になりそうです。深大寺、イエーイ。はい、ということで調布 FM でお送り中のセラビの番組内にてやっている仏像大好き芸人みほとけが深大寺のさまざまな文化財歴史の魅力を現地で突撃取材するラジオ番組と連動してみほとけチャンネルではその模様を映像でご紹介しております。はい、ということで今日も早速深大寺に来ました。6月後半に差し掛かったところです。気温はだいたい昼間の温度でもう26度7度を上回る夏日がもう続いておりますが、今日はなんと深大寺元山大師像を出外町に向けた運び出しの日ということで取材に来ました。はい、元山大師像についてはもういろんなところで紹介してきていますが、おさらいすると鎌倉期に制作されたと言われる元山大師良源さんというお坊さんの彫像の彫刻です。この姿がなんと珍しいことに座っている図像で高さ2メートルもあるという巨大なお坊さんの像なんですね。彫像の彫刻としては日本最大と言われておりまして、こちらが50年に一度しかご開帳しない秘仏の元山大師様なんですね。ただこの元山大師様が天台宗が始まって1200年記念ということで、上野の東京国立博物館で行われる、最澄と天台宗のすべてという展覧会にて出外帳、出張で展覧会にご登場するということですね。その展覧会は秋から始まるんですけど、もうかなり先駆けて博物館に旅立たれます。はい、ということで今日はすごくいろんな方々が集まっています。その様子をお届けします。いろんな人にインタビューしますのでご覧ください。さあ、こちら今見ていただいているのは本堂の左にある元山大師堂という建物です。ここでは朝から深大寺のお坊さんによって元山大師像の魂を抜く平原法要が行われました。そして美術品を梱包して運ぶ専門のスタッフ日通の皆さんにより丁寧に丁寧に梱包が行われました。今まさにその皆さんの手で運び出しされてきてお堂から出てきました。この姿不思議ですよね。元山大師像はそもそもお坊さんが座禅を組むように座っているというお像なんですが、その大きさがなんと2メートル近くあるんですね。で、この運び出す際にはお顔を取り外して梱包いたしました。もともと顔と体が外れるような仕組みである仏像は外れるものを外して運ぶというのがセオリーですので、顔は取り外されました。なので肩から下だけでこんなに大きいんですね。これを体格のしっかりした男性8人で運んでくださってます。いやー、これね、機械で運べないんですよ。お寺ってこう砂利道だったり段差があったりするので人の手で持ち運ぶんですね。うわ、これめちゃくちゃ重そうですね。階段の手前までこれ逆になった方がいいな。回ります。はい、で、元山大師堂は目の前に階段があるのでそこも丁寧に丁寧に運んでいきます。これお像を持ち上げるためにこの木の枠組みにタスキをかけてそれを肩に乗せて持ち上げておりますね。うわ、重そう。肩痛いんでしょうね。はじめただ普通に手で握って持ち上げようとしたんですよ。でもあまりの重さにこれタスキなきゃ無理だなってなって急遽タスキをつけてそれを肩にかけて台座でこう体で持ち上げるっていう方法にね、運び方を変えたんですね。これ今木の枠組みに乗っていますが、これは元山大師像を運び出す専用の木の枠組みです。この日のために作られました。さあ、続いてはこれを段ボールで覆うんですね。そしてトラックに乗せます。あとはお顔の部分も後から運んで入れていました。このように今まさにご出発の時です。さようなら元山大師像。東京国立博物館で秋に控える内覧会に向けて、そして元山大師像の修繕がありますので、この修繕の間ひちばしお預かりということです。一世一代の瞬間です。今まさに
トラックが深大寺を出発いたしました。お坊さんが手を合わせて見送ってます。寂しいですよね。元山大師像は今回205年ぶりに深大寺を離れます。当時江戸時代ですね、両国のあたり恵光院というお寺に出開帳と言ってね、出張して御開帳という形をとっています。それ以来の調布から離れるということですので、久しぶり205年ぶりの東京の街並み、まあ、だいぶ変わってるんでね、元山大師さんもびっくりしてるんじゃないですかね。さあということで運び出しが終わりましたので、ここからはご住職とそして学芸員さんにインタビューをしていきます。今まさに運び出しが終わりましたが、いかがでしょうか。まあ映像で一目瞭然ですけど、はい、あそこまで本当に巨大なね、はい、まあ、中世、までのその肖像彫刻の中で、はい、とにかく日本で最大のもの、まあ、仏様は大きいのはありますけども、はい、実際のそういう生きたお姿、はい、ね、そういう肖像彫刻であそこまで巨大だから、やはりそれなりにね、やはりものすごいその、はい、今インパクトがありますよ、はい、驚かない人はいないと思う、はい、ぜひね、まあ、その厄除け、まあ、疫病退散もそうだけども、はい、その法力に、はい、博物館で、まあ、よくしていただければなというふうに思いますね。はい、元山大師様がいらっしゃらなくなって、こちら今お堂はどうなってるんですか。中は実はね、元山大師にはいろんなお姿がありますね、はい、角大師だとか角大師とか、ゴーマ大師っていうのがあって、はい、まあ、鬼大師とも言うんだけども、本当に角をこう生やす、鬼のこの角を生やしたり、そういうその大師様の姿っていうのが、ね、筋肉がものすごくて、ね、こういうのがありますけども、さあ、まあ、前回205年前の出開帳の時に、その2メートルの大師様と、それはね、うんと小さい鬼大師なんだけども、逆に一緒に出たって記録があって、はい、でそれがちゃんと今日まで残っている。それはもうまさに、だから205年間開けたことがない。へぇ、うん、まあ、お寿司で、このぐらいのお寿司に入ってるんですけどね。そちらも、はい、ご本尊さん。まあ、同じ元山大師。そうですね。同じ元山大師ですか。しっかりとお祭りをして、ご祈祷を重ねてまいりたいと思ってます。はい。で、ついては、まあ、その出開帳の時に一緒に昔、はい、205年前、開帳されていたから、はい、今度のその、東博での、出開帳期間に、はい、こちらでそれをご開帳しようというふうに思っています。ついに205年間、ね、うん、江戸時代の恵光院さんで出開帳されて以来、一度も開いていない扉が今回の天台宗の展覧会に際して、うん、ついに特別に、ね、特別対局みたいだから、そうですね、このぐらいかな、お像自体は、はい、ね、逆にってそこもちょっと神秘的ですよね。いやー、もう本当にね、だから江戸時代そういうのも頭にあったのかな、巨大なものと、こういうものとっていうのを、はいはい。だから、自由、変幻自在に、ね、私たちの悩みに応じて、まあ、手を差し伸べてくださる。はい、そういう大師様ですよね。すごいですね。だから、大きくもなり、小さくもなりっていうところの。ぜひね、それはもう、出開帳の時に開けてたという記録を重んじて、はい、特別に、そうしたいと思って。見逃せないね。だから、今回の秋から始まる展覧会の際に、場所は深大寺のこの元山大師堂の中で御開帳ということです。ですから東博に行って、はい、その足でね、はい、1時間もしないですから、そうですね、ここに来て拝、はい、んでいただければ、いやもう幸いです。これはスペシャルコース、うん、コンプリートコースですね。本当に、はい、ぜひこの際に元山大師堂という方の、まあ、その凄さ、うん、力っていうのをダブルで、うん、ありがとうございます。ものすごい機会です。皆さん要チェックです。本当にね、今日はたくさんいろんな出来事があったと思いますが、ありがとうございます。またどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ご住職でした。担当の学芸員のサライさんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。はい、大変ですね。私は大変じゃないですけど、いや本当にもう気温が結構高くなってる中で、はい、襟付きで長袖で、はい、安定性のためにですね。この上六の元山大師の運ぶってものすごいプロジェクトだと思うんですけど、やっぱその今回特に注意した点とか頑張った点っていうのはどういうところですか。まず構造的にお像の像の底を像底って言うんですけれども、はい、そこが
空いている状態で、はい、本当にこうポンと台座の上に座ってらっしゃるような状態なんです、はい、なので当初の計画では台座と御本体は別々に梱包する予定だったんですけれども、はい、本体を動かしてしまうと、はい、ちょっと中の木組みとかが入っているものが動いてしまうかもしれないという危険性があったの でそれで急遽ですね、あの台座ごと梱包するっていうことに変更したんです。臨機応変に。え、今日ここで決まったんですか？いえ、あらかじめですね、ちょっといろいろな情報を得てですね、まあ、調査しますもんね、はい、もちろん、はい、でそれで先週、はい、あ、やっぱりこれはもう台座ごと梱包した方が安全だっていうことが分かりまして、はい、でそれで三通さんにすぐに梱包して、はい、ちょっとやり方変えてほしいんですけれどもって言って、でもあの金曜日の時点それが、はい、今日が月曜日なの で、そう、金曜日の午前中にあの斉藤さんに連絡をして、はいはい、でちょっとこういう事情なんですけど、あ、わかりましたって言ってやってくれたんです。じゃあこの土日で台を少しこう拡張してもらったり、はい、あの後ろこう L 字型に立っていたその背の部分を少し高くしてもらったりとか、はい、やってくれたので安全に運び出すことができました。すごい。私はもう全てにびっくりと感動の嵐なんですけど、今日その運び出しを見ていて、あの、なんでしょう、ここが特に感動的だったな、みたいな、サイエンさん的にはありました。あ、でもね、声優チームで、はい、いつもいつも慣れてるので、はい、まあ、いつものオペレーションっていう感じです。そうですか。今回、その、これから天台宗の展覧会に向けて、こちらの岩山大師像が、その、天台宗展に出られるその意味っていうのは、どこかポイントがあったりするんですか？やっぱりあの、まあ、今回その展覧会が、伝教大師1200年大恩寺記念、最澄と天台宗の全てという展覧会なんですけれども、東京と京都と九州の三国立博物館で開催予定なんですね。で、天台宗というのは、はい、あの全国に散りばめられていて、もちろんもちろん、はい、あの最澄さんがいろんなところにこう足跡を、あの足を運ばれて、まあ、そこでその人々をその強化して慈悲の心をこうあまねく行き渡りますようにという、そういうその精神でもってその天台宗を広げられたんですけれども、やはりその東京は東京でのその天台宗の地盤というのがあり、で深大寺さんはその要の一つでいらっしゃるわけなんですよね。でそこの岩山大師といえば、深大寺といえば岩山大師だね、はい、っていうのはもう本当に有名だと思うんですけれども、そのでしかもご秘仏で普段は見れないというご僧侶が、はい、あ、わざわざ、はい、お寺の外に出てきてくださるっていうのは本当に画期的なことなんだと。私もその初めて今日姿を全体像を拝んで、まあ、もちろん梱包されている姿でありましたけれども、はい、もうその梱包されたところからも出てくる威厳というか、はい、まあ、大きさからにじみ出る岩山大師という人の凄さが変わってきました。そうですね、あの肖像彫刻って普通に等身で160センチぐらいなんですけど、はい、そうですね、2メートルですからね。いや、信じられないです。これだけ大きいっていうのはやっぱりそれだけ特別な意味があるんです。まあ、おそらく、良源、まあ、岩山大師良源さんのお像というのは、鎌倉時代以降、たくさん作られるんですけれども、やはりその、等身像で160センチぐらいのものが多い中で、飛び抜けて大きいというのは、唯一無二のものなんですね。やはりその、岩山大師さんが持っていらっしゃったパワーみたいなものを、その大きさで表しているっていう、そういうことなんだと思うんです。他に、まあ、わざわざ大きくしようと思わないじゃないですか。そうですね。あんまり思わないですね。はい。なんか普通の人をその大きく表すっていうのはやっぱりそれ、そこにこそ意味があるんだなっていうのは、ね、大仏を作る時の気持ちとちょっと似てるかなって思いました。15メートルにしてあげて、15メートルとこれからも楽しみにしております。貴重な時間で何回もお入れください。はい、絶対行きます、はいはい、ありがとうございます。サライさんでした。ありがとうございます。はい、学芸員の菱沼沙織さんです。どうも。はい、ということで今日は1日かけて岩山大さんの運び出しを中継というか収録してまいりました。どうですか？いやー、無事終わってよかったです。ほっとしてますね。ほっとしました。ですね、今回の運び出しでね、ちょっと寂しくなるのかなと思いきや、はい、鬼大師さんが今度はお祭りされて、はい、
それもまたご会長が楽しみですね。そうですね、ぜひいらしてください。はい、今回は、まあ、運び出しがなされて秋に出会長ということで、まあ、その先に早めに行かれる理由っていうのは、まあ、今度お堂の修理があるんですかね。まあ、お堂の修理もありますし、うん、はい、東博でちゃんとした図録を出す予定なんですね。はいはいはい、その写真をちゃんとしたところで撮るっていう。あの、お寿司の中だともう狭いので、はい、確かに全然ちゃんとした写真が撮れてないんですよ、今まで。うん、一枚もちゃんとした写真がないので、はい、そこも、あの、それでためにも早く。そっか、はい、じゃあ今回のこの展覧会を機に、調査も入るし、写真撮影もできるしで、はい、一つその区切りの年になりますね。そうですね、これでいろいろと、まあ、分かって、皆さんにも周知できればいいなっていうふうに思ってます。いやー、ぜひね、あの、比較とかをしてほしいな。なんか横に小学生とかを立っていただいて。そうですね、あの大きさを。そうそうそう、伝えてほしい。そうですね。面白いことになりそう。はい、いや、楽しみにしてます。はい。いや、本当に貴重なところいろいろ拝めて幸せでした。はい。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ございます。ということで、今日は、特別理人大寺からたっぷりと大特集しました。皆さん、調布 FM 毎週土曜日朝8時からセラビ聞いてください。はい。はい。ということで、また次回も聞いてください。はい。見てください。はい。はい。みほとけでした。菱沼さんでした。深大寺へのお参りは調布駅からバスで約10分。厄除け元三大師のご利益、国宝釈迦如来像の優しい微笑み、いつ行っても美味しいお蕎麦、縁結びのご利益もあるんですよ。ぜひ皆さんも調布の深大寺へお参りしてみてはいかがでしょうか。ナムー。